海水温とは、ある一定の深度における海水の温度のこと。単に海水温というときは、海面から海面下数十センチメートルマイナス十、数メートルの海面水温を指すことが多い。海水温が水の蒸発量に非常に関わりが深いことから、気象学の観測対象とされ、気候学においても重要視される。漁業の分野においても、 魚群の移動に関連しているため必要なデータであるとされる。また、特に水生生物の分布や生態にも大きく関連しており、生物学においても重要とされる。海水は塩分を含有していることから摂取0度を下回ることがあり、また、海底火山の影響で摂氏100度を超える場合もある。世界の都市平均海水温海面水温は、 海面に近い表面部分の水温を指す用語。観測が始まった頃は、バケツですくった海水の温度を測定していた。その後戦で自動的に水温を測る手法に切り替えられたものの、誤差が大きかったため、漂流部位や固定部位による自動観測も同時に行われるようになった。ただ、各国の機関がそれぞれ異なるタイプの部位を使用したため測定する水深が異なり、 世界的なデータ化が困難であった。1990年代に入ってエルニーニョの観測のために大規模な観測網が作られたが世界的なデータ提供にはほど遠いものだった。そこで重要となったのが1980年代から始まった人工衛星による測定であった。人工衛星による測定にはいろいろな方法が試されたが大気による影響を ほぼ無視することができる国体放射の観測が最も良い方法とされ、現在もこの方法で測定が行われている。人工衛星による観測は、測定間隔の短縮と効率化を可能にした。しかし、雲に遮られると観測ができないなどの難点があり、船による観測も並行して行われている。海水温は、台風などの熱帯低気圧の発生とその勢力に、 関係しているとされている。ほとんどの熱帯低気圧は海面水温が摂氏26.5度を超える海域で発生し、海水温が高いほど勢力が強くなる傾向にある。また、熱帯低気圧が通過した後は海水温が低下する。これは風とうねりによって水温が低い下層と高い上層がかき混ぜられるためだと考えられている。北極や南極においては、 海水温の上昇により氷床の誘拐が進んでいる。一般に高緯度地域では海水温は地面の温度や気温により高く、海水温の上昇は高緯度地域や国地域の気象に劇的な変化をもたらす恐れがあるとの研究結果もある。通常とは異なった海水温の異常な上昇や低下を海水温変動と呼ぶ。以下に主な海水温変動の例を挙げる。 ありがとうございます。